さて、教祖様から日本の信仰開拓を任されたからのう。まずは建物を建てるための資金を集めるために信者を集めなければいかんのう。東京、劣等感を抱く若者が多く集まる街、そこから悪魔信仰を伝え、100人も集め、月1万の会員費を払わせれば1年で1000万、1000人集めれば億もたやすい、楽勝じゃのう。想像以上にたやすいのう。数ヶ月で10億、1000人集めるのに1年はかかると思っておったが、それだけこの国の若者は、成功、優秀、プライド、にこだわりがあるのじゃろうな。いいじゃろう、今はわしも金が必要じゃ。それまでの間は信者にも甘い蜜を堪能させてやろう。悪魔様は弱き者を助ける、からのう。最近カルト宗教の詐欺被害者が増えているんですね。怖いですね。コトカ様、変な人に声をかけられても相手にしてはいけませんよ。何かあればすぐに連絡してくださいね。悪信教、とうとうこの国にまで、まだ今は軍資金の調達といったところか、大中の巣ができる前に壊しておかないとできたら厄介だわ。明後日のコトカさんの誕生日で発砲が明日帰ってくる。その時に伝えておかないと、最悪国にはびこる番になる。ふん、お前もな、じゃあね。この十数年、よくもまあオーラを堅くなに使わずに、肉体の悪魔化を阻止したものだ。そのおかげで私は全然お前の体を物にできない。わ、それはお前の周りに悪魔がいなかったからだ。私の力には悪魔操作がある。お前の大事にしていることかに私が操った悪魔の信者どもが襲ってきたら、お前はオーラを使わざるを得ないだろう。殺してやるよ、せやね。もう予定よりだいぶ消費期限が過ぎているからな。私も本気でお前の肉体を乗っ取るとしよう。明日がお前の命日だ。楽しみにしておけ、せやね。聞いたか、悪信教が日本にも現れたらしい。東京だそうだ。知っている、ちょうど東京に帰るところだからな。ついでに情報収集しておいてやるよ。お前はコトカちゃんの誕生日で帰るんだろう。俺がその任務を代わるぞ。俺も隊長だ。お前ほどじゃないにしても防衛軍内では抗戦力なのは間違いないだろ。別に来るななんて言ってねえよ。ただ考えていた、本来なら即座に対応するように言われる悪信教討伐。だが今回はそれがない。俺たちよりも上の連中は討伐依頼を出さないのはなぜか。答えは簡単、最低でも軍師クラスがそこにいるんだ。どうや、お前は軍師と戦えるか、一人で。そんな状況になるなら戦うさ、だから行くんだ。任せろ、せっかくの家族水いらず。お前は仕事のことは忘れてコトカちゃんをしっかり祝ってこい。悪いな、そうさせてもらう。だが無理はするな、危険を感じたらすぐに連絡しろ。防衛軍の仕事が終わり、日本に移動して到着するのが朝8時頃。そこから1日過ごしてコトカとシアーネ先生の3人で誕生日会をするつもりだった。でもそれは一生叶うことのない約束となった。開けてください、開けてください、開けてください、開けてください。数は数人、気配的に雑魚、だけどここまでセキュリティがしっかりしているマンションの一室に襲ってきているということは、私、もしくはコトカさんを狙った洗脳系能力者による襲撃。コトカさんは普段寝つけないからノイズキャンセリングを搭載した耳栓を使って音楽を聴きながら眠っている。それが幸いしているわね。コトカさんはこのドアの音でも起きない。雑魚ならオーラなしでも十分制圧できる。リスクはあるけど、今程度ならローリスクだわ。開けたな、もうお前の息は。誰もいない、バカな、あれだけの気配か、どうなっている。シアーネ、ロフコンテ、現役を引退したと聞いておったが、まさか日本で隠居しておったとはのう。軍師だと？なんで？お前らクラスならこんな建物容易に壊せるだろう。しかもこんな姑息なやり方で誘ってくるなんて。随分やり方が小物臭いわね。小物すぎて信者の方かと思ったわ。わしも老いぼれじゃからのう。それに子供が寝ておるのじゃ。乱暴は礼儀知らずというもの。悪信教の司教が信者の鏡とならねばいかんからのう。声は随分若いけど、老人なのか、なら能力特化型、そして悪視点はわからないけど、幻惑系を扱うのは確かね。場所を変えよう、ここで戦うメリットはお主にはないじゃろう。じゃが逃げるメリットもないがのう。無差別ではない、むしろ話ができるタイプ。最悪戦闘になることも考えよう。東京で今戦えるのは私だけなのだから。ガープ、私より悪魔の地位は高くとも、その飛車は私より地位は高くない。故に私の悪視点、悪魔操作、が可能。その主張もガープにはもう不揃う。互いに潰し合い、そして互いに悪魔の糧となれ。ここでいいじゃろう。どうじゃ、お主の正義はわしを殺めたいとうずいておるか。まどろっこしい、私をどうしたいのか言いなさいよ。地道に拠点を構えるために信者を増やしていたのに大きく動いたじゃない。勧誘じゃよ、お主がこの東京の住民の中で一番素質がある。正直老いぼれ一人で拠点拡大は骨が折れる。どうじゃ、弱気を助けるのが正義なら手伝ってくれんかのう。
弱気を助け、強気を殺し、他信者を決して許しはしない悪信教。助けたとしても見返りが大きく、結局弱気を破綻させているとも聞く。お前らの宗教は邪教だと理解したらどう？新参者の主教はそういう奴もおるじゃろうな。じゃがわしは古株。そもそもお前らの神は神事。神に選ばれた者にしか理不尽に恩恵を与えんじゃろう。弱き恩恵を受けなかった者に恩恵を与える。それが悪神教、弱者救済の宗教じゃ。でなければ長い歴史の中ここまで続きませんじゃろう。本気で言ってるのか、それともほら、どちらにしてもほっといていい相手じゃない。被害がないのなら発砲に引き渡す。今この場だけでどうにかなればいい。どうでもいいことを長々と話すな。さっさと戦え。じゃが、悪魔様はお主を悪と認めた。わしが制裁を下さねばならん。さっきと言っていることが違う。やはり操られている。こいつの行動理念と異なる動きを強要されている。だからここまで違和感しかないんだ。操るにしてもあからさま、目的さえ果たせればいいって考えか。君主のくせに誰かに操られて、情けないわね。逃げるしか。逃げたら撃つぞ。この方向じゃろ。お前さんの家は。さっても卑怯ってわけね。さあ来るといい。老いぼれても君主であり続けたのじゃ。弱いと思うなよ、小娘が。そ、何かとは。シアーネさんか。起きたらいないんです。こんなこと一度もなかったんです。白鵬、悪神教の動きを追っていた奴からの情報だが、今朝から師匠の姿が見えないとのことだ。間違いなく何かあったぞ。ことか、お前は部屋から出るな。俺からの連絡以外は絶対に取るな。誰が来ても絶対に開けるな。俺の声でもだ。俺なら自分で部屋に入れる。いいな。どうや、計画変更だ。すぐに先生を探すぞ。昨日の夜はいて、朝にはいなかった。つまり何かあったのは深夜、交通が止まっている時間だからな。そう遠くには行っていないはずだ。白鵬、琴花ちゃんのことはいいのか。お前が今守らないといけないのは琴花ちゃんじゃないのか。先生は琴花の育ての親だ。先生を助けるのは琴花を助けるのと同義だろ。探すぞ東野、一刻も早く。嫌な気分だった。悪い予感だけが全身を覆って、お前の行動は無意味だ。と言わんばかりに俺の行動は結果に繋がらなかった。情報が手に入らない。先生は船にオーラを使わない。そして達人クラスにオーラを与えるのがうまい。そんな先生を東京、いやもしくは東京大から見つけるのは至難の業だった。何がどうなってんだよ。先生。シアーネ先生の気配。ここだ、どこにいる。それにさっきのオーラは何かに抵抗しようとした感じだ。まだ戦っているんだ。空間のオーラをたどれ、そこから先生を見つけるんだ。そうだ、あそこか。シアーネ先生、見つけたぞ。今まで何をやってたんだ。ほら、見つかった。あなたがむやみに抵抗しなければバレることもなかったのに。誰だ、お前。シアーネだよ、白鵬、忘れた。ちょっと用事ができたからもう家政婦はやめるわね。急で申し訳ないけど後は頼んだわね。あのね、悪魔か。まさか悪神教と戦って後遺症が進行したのか。師匠と戦ったのか。強かったけど私の能力と相性が良かったの。33番のダープの師匠、すごいわよ。君主相手だったんだから。私も現役引退したけどまだまだ捨てたものじゃないわね。悪魔化しているが会話はできている。敵にも見えない。だが俺が感じたオーラは抵抗している感じだった。どうなっている。琴花になんで別れを告げない。言わないといけない。そうか、見た目だけ悪魔化していて中身はシアーネ先生という可能性を信じてたんだが違うみたいだな。いや、俺がそう望んだだけだ。でも俺は見た目が悪魔化しても中身がシアーネ先生なら精神性琴花同様守る覚悟はあったんだ。悪魔、その体、返してもらうぞ。シアーネ先生がお前に使ってほしくねえんだとよ。そ、でもせっかく長年待って手に入れたんだもの。私も抵抗させてもらうわね。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回も、お楽しみにー。